スパイ防止法についてネットで話題となっている。先月30日、参院外交防衛委員会で、日本維新の会、松沢重文議員が、上川洋子外務大臣にスパイ防止法を制定すべきだと主張した。これに、上川外務大臣はいつも通りの提携文のような答弁をしました。自民党議員の中に、スパイ防止法の制定を求める保守系議員がいるようですが、岸田内閣では、いつも通りの答弁で、やるつもりはなさそうです。後半に、 自民党の元大物議員の気になる答弁を紹介します。それでは、いつも通りの定型文答弁とは、どのようなものか、改めて確認したいと思います。まず最初に、昨年10月、岸田首相の答弁です。スパイ防止法についてお尋ねがありました。いわゆるスパイ防止法の必要性については、えー、様々な議論があると承知しておりますが、国の重要な情報等の保護を図ることは、 極めめてて重要要でありりり必要な取り組みの充実強化を努ままいります次に、昨年11月の林外務大臣の答弁です。いわゆるスパイ防止法の必要性については、さまざまな議論があると承知しておりますが、国の重要な情報との保護を図ることは極めて重要でありまして、引き続き必要な取り組みの充実強化に努めてまいりたいと考えております次は今年10月の松野内閣官房長官の答弁です。 いわゆるスパイ防止法の必要性等については、様々なご議論があると承知していますが、国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要であり、引き続き必要な取り組みの充実強化に努めてまいりたいと考えております。同じ内容です。これは定型文と言えるのではないでしょうか。次に昨年11月の浜田防衛大臣の答弁です。 いわゆるスパイ防止法の制定の必要性については、さまざまなご,ご議論があると承知をしております。また、この種の立法は、政府全体として多角的な観点から慎重に検討すべきものであり、国民の十分な理解を得られることが望,望ましいものと考えております。その上で防衛省としては 安全保障に関する情報をはじめ国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要であると考えており引き続き情報保全のための取り組みを徹底してまいります内容が増えましたこれは何か変化が起きたのでしょうか実はこれ先ほどの林外務大臣の答弁の直後でしたので全く同じというわけにはいかなかったのかもしれませんそして先月三十日の上川外務大臣の答弁です1八十五年という 言葉が出てきますが、それはその年にスパイ防止法が廃案となっていることからです。私は日本にもスパイ防止法を作っていくべきだと。1985年とは全然違う国際環境の中にあるんだということに関しては大臣はどうお考えですか。いわゆるスパイ防止法の制定 この必要性につきましては、現在でも様々なご指摘やご意見があるものと承知をしているところでございます。この種の立法に当たりましては、多角的な観点から慎重に検討されるべきものと考えておりますし、また国民の十分な理解が得られることが望ましいと考えております。いずれにいたしましても、国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要でありますし、えー、ありますので、まあ、引き続き必要な取り組みの 充実強化に努めてまいりたいと考えております浜田防衛大臣に近い方になって様々な議論の部分が様々なご指摘やご意見に変わりましたしかし内容は見事に同じだと言えると思いますさらに遡って過去の答弁を確認しましたが文章に違いはあるど内容は同じようなものでした質問の内容によってはこの定型文の前に別の文章がつくこともありますが基本的にはこの答弁をするようです上川外務大臣は 先月9日にも、同じように維新の松沢議員から、スパイ防止法について質問されましたが、その時も同じような内容で答弁をしています。スパイ防止法については、昭和の時代から国会でたびたび議論はされてきましたが、この提携文にそっくりの答弁がありました。平成15年2月18日、当時大臣だった谷垣貞和氏の答弁です。スパイ防止法の制定の必要性については、これはいろいろなご意見があろうかと思います。そういったことも踏まえ、 慎重に対応していくことが必要であると考えております。似ています。現在の提携文は、これが基準になっているのでしょうか。谷垣氏は、議員時代に、我ら自民党議員、スパイ防止法案に反対する、という論文を書いています。ちなみに、谷垣氏、上川大臣、林義政議員は、岸田首相と同じ高知会です。